大同盟戦争は、傍聴政策を取るフランス王類十四世に対して、アウクスブルク同盟に結集した欧州諸国が、戦った戦争である。アウクスブルク同盟戦争とも九年戦争、プファルツ戦争、または、プファルツ継承戦争ともいう。主戦場となったのは、ドイツのライン地方やスペイン領ネーデルラントで、アイルランドやイタリア、スペイン北部、北。 アメリカにも拡大した。アイルランドではしばしば、ウィリアマイト戦争と呼ばれ、北、アメリカでは、ウィリアム王戦争と呼ばれる。当時、フランス王国は、欧州最強の軍隊を有しており、ルイ14世はこの軍事力を背景に、スペイン領ネーデルラントの領有を狙ってネーデルラント、継承戦争を起こし、ネーデルランド連邦共和国に圧力をかけられて、 和睦を結ばされると報復として、オランダ侵略戦争を発生させた。いずれも大した成果を上げられなかったが、フランシュコンテとネーデルラントの都市を獲得、国内における名声を高めた。しかし、傍聴政策を続ける、ルイ14世は1678年から1683年にかけて、フランス東部の継承を一方的に主張。 武力行使で併合する、領土拡大政策を採用して、ルクセンブルクとストラスブールを併合。1685年に、フォンテーヌ・ブローの直霊を発令して、プロテスタントを国内から追放したことは、諸国の警戒を呼び起こした。1685年、プファルツ選定校カール二世が死去すると、当園のプファルツ・ノイブルク校フィリップ・ビルヘルムが継承したが、 ルイ14世は、弟のオルレアン公フィリップ1世の日、エリザベート・シャルロットのプファルツ決勝権を主張。1686年に、オーストリアの神聖ローマ皇帝レオポルト1世、ドイツ諸公、スペイン、オランダ、スウェーデンなどの諸国は、アウクスブルク同盟を結成して、フランスに対抗した。スウェーデンは、大同盟戦争には、直接参戦せず、 中立を通したが、アウクスブルク同盟国を支援し、講和条約締結に関わった。一方、オーストリアが1683年の第二次、ウィーン包位でオスマン帝国に勝利、ハンガリーを制圧して、バルカン半島でオスマン帝国と死闘を繰り広げているのを見た。ルイ14世は、イングランドをジェームズ2世を抱き込み、次第に欧州侵略の意図をあらわにしていった。 これに反発したのは、ジェームズ2世のおいで、オランダ侵略戦争でフランスと戦った、オランダ総督ウィレム3世で、彼は、ジェームズ2世に反対するイングランドの政治家たちと、接触、イングランドを反フランスへ引き込むため、イングランドへの遠征を決意した。1688年6月3日、フィリップ・ビルヘルムの同族のケルン先帝行。 マクシミリアン・ハインリヒ・フォンバイエルンが死去すると、ルイ14世が次のケルン選定校を決める選挙で、補佐死去のビルヘルム・エゴン・フォン・フィルステンベルクを擁立。マクシミリアン・ハインリヒの、順位のヨーゼフ・クレメンス・フォンバイエルンが、レオポルト一世に擁立され決着がつかず、ルイ14世は9月24日に、宣戦線布告して、アルザス・ストラスブールからプファルツ選定校領ケルン。 マインツなどライン川地方に侵攻した。同年末に、イングランドで名誉革命が勃発し、ジェームズ2世はフランスに亡命、反フ,フランスの戦闘に立っていた、ウィレム3世が1689年、イングランド王はウィリアム3世として、イングランド王に衰退された。ウィリアム3世のイングランド・オランダは直ちに、アウクスブルク同盟に参加、イングランド・オランダを加えた同盟は、 大同盟とも呼ばれる。翌1690年には、スペイン、サボイア広国も参加している。ライン川方面に進行した、デュラスコー、防板指揮下のフランス軍は10月29日に、フィリップスブルクを落とし、北上して11月11日に、マインハイムも陥落、ボルムス・シュパイアー・マインツもフランス軍の前に陥落、マインツから南のライン川流域は、 フランス軍に制圧された。ドイツ諸公が、ライン側方面の救援に向かうと、ビュルテンベルクに侵入して、略奪を働き、翌1689年3月2日に、プファルツ選定工領の首都ハイデルベルクに放火、ハイデルベルク城を破壊した。マンハイムボルムスシュパイヤーにも放火した後に、フランス軍は一旦退却したが、これは敵に渡った場合、 物資調達及び拠点として活用することを防ぐための処置であった。ライン側から下流で北のモーゼル川流域はブーフレールが進出、コブレンツを砲撃したがドイツ諸公の救援により陥落を阻止された。ドイツ諸公も対策を取る必要に迫られ、モーゼル川流域はブランデンブルク選定校フリードリヒ三世がマインツから東のライン川支流。 マイン川流域は、カレンベルク港、エルンストアウグスト、ザクセン選定港、ヨハンゲオルク3世、ヘッセンイカッセルホウハクカールが防衛に回った。ルイ14世は亡命してきた、ジェームズ2世を先頭に立て、フランス軍をアイルランドに送り込み、アイルランドの反イングランド反乱を煽った。ウィリアム三世は、ジェームズ二世とティアコネルハクラアイルランドのジャコバイトに、釘付けにされたが、 オランダ軍は、バルデック港、ゲオルクフリードリヒが率いて、ネーデルラント方面のユミエール港と対峙、ライン側方面はハンガリーから、ロレーヌ港シャルル5世、バイエルン選定港、マクシミリアン2世が引き抜かれ、シャルル5世が帝国軍司令官として進軍した。1690年になると、スペインサボイも、同盟側に立ったため、フランスは、ノアイユ港。 ニコラ・カティナをそれぞれスペイン・イタリアへ派遣、軍勢を複数に分散していった。シャルル5世は5月に、コブレンツに軍勢を集結させるとライン側の解放を狙い、9月に、マインツを奪還、北上して6月にカイゼルベルトを落とした、フリードリヒ3世の軍と合流すると10月に、ボンも降伏させ、冬に、デュラスがアルザスへ引き上げたこともあり、 ライン側ウガンはひとまず帝国側に渡った。ネーデルラントは8月25日にユミエール率いる、フランス軍をバルデックと合流したイングランド軍の将軍、マールバラハクジョン・チャーチルが、ワルクールの戦いで破り、帰国した後は、ウィリアム3世から総司令官に任じられている。しかし、以後は徴用されず不遇の日々を送ることになる。翌1690年、4月に、 シャルル5世が亡くなり、マクシミリアン2世が、ライン側の司令官に、就任。6月に、サボヤ公ビットリオアメデオ2世が、皇帝、スペインと同盟を結び、また、重帝のプリンツオイゲンと共に、イタリアへ向かった。7月に、アイルランドで、ウィリアム3世は、イングランド軍を率いてボイン側の戦いで、フランスアイルランド連合軍を破り、ジェームス2世は再び、 フランスに逃れた。しかし、ネーデルラントでは、ユミエールから指揮を引き継いだ、リュクサンブール港が、フルーリュースの戦いで、バルデックに対象。会場では、フランス主略船船長のジャンバールが、イギリス船を打歩して回り、ビーチーヘッドの海戦でも、トゥールビルク率いるフランス艦隊が、トリントンクアーサー・ハーバートが指揮する。 イングランド・オランダ連合艦隊に勝利するなどフランス有利となり、イングランドにフランスが上陸する恐れも出てきた。8月に、ビットーリオ・アメデオニセイもスタッファルダの戦いで勝ちな、率いるフランス軍に敗北、イタリア戦線は停滞した。1691年、ウィリアム3世はアイルランド兵定をオランダの将軍のダード・ドゥ・ギンケルに任せると1月に、オランダへ上陸。 ネーデルラントのフランス軍大将へ向かい、3月にブーフレール率いるフランス軍に包囲されたモンスの救援に向かったが、ボーバンが迅速に包囲戦を進め、スペイン領ネーデルラント総督のカスターニャ公が足を引っ張ったため、動きが取れず、4月にモンスを奪われてしまった。憤慨したウィリアム3世はイングランドへ帰国、5月に大陸へ戻ったが、 フランス軍とイングランド軍は互いに牽制したまま動けず、モンス陥落以外に進展はなかった。アイルランドは、ギンケルによって平定され、マクシュミリアン2世はイタリアで指揮を取った後、更迭されたカスターニア港に代わって、スペイン領ネーデルラント総督に任命され、ライン側方面はハンガリーから引き抜かれた、バーデン編強迫、ルートビヒビルヘルムが担当した。 他の戦線には進展は見られず停滞したままとなっていた。1692年5月、モンスに駐屯していたフランス軍が東に動き、25日にブーフレールがオランダ軍の面のフォンクーホルンが守備するナミュールを包囲した。ナミュールはネーデルラントを流れるサンブル川とマース川の分岐点に置かれた都市で、ここを落とされるとモンスと合わせてサンブル川流域が フランス軍に占領され、ナミュールから北西のブリュッセルが危うくなるため、ウィリアム3世は救援に向かったが、リュクサンブールの牽制と大雨で進軍できず6月30日にナミュールを奪われた。ただ、イングランド海軍提督エドワード・ラッセル率いる、イングランド艦隊が29日から6月4日にかけて、バルフルール岬とラ・オーグの海戦で、トゥールビルが指揮するフランス艦隊に対して、 大勝利を収め、ジェームズ2世とフランス軍のアイルランド遠征の恐れは解消された。ウィリアム3世はナミュール陥落後はブリュッセルから南西の晴れに進軍、リュクサンブールも後を追い、8月3日にステーンケル家の戦いが起こった。戦いはフランスの勝利に終わったが、両軍ともに死者が多数に上ったため、双方はこの年の戦役を打ち切った。イタリアは マクシミリアン2世の後任として、オーストリアの将軍、アエネアス・シルイウス・カプラーラが派遣されたが、南フランスの略奪以外に変化はなかった。1693年3月に、ウィリアム3世はイングランドからオランダへ渡ったが、5月22日に、ハイデルベルクが再度フランス軍に奪われ、6月17日に、ラゴスの海戦で、イングランド貿易会社の戦乱が、 トゥールビルのフランス海軍に襲われ壊滅。7月に、リュクサンブールは、ナミュールから投進して、リエージュを狙い、その途上にあるユイを落とすなど戦況は、同盟軍に不利な状況に陥った。救援に赴いた、ウィリアム三世は、陥落をシリーランデン付近に停止、7月29日に、リュクサンブールが、同盟軍に攻撃した。同盟軍は1万以上の大損害を出して、 敗走したが、フランス軍も8000以上の被害のため追撃できず、10月にシャルルロアを落として、サンブル側は完全にフランス軍の領域になる一方で、ユイから東のマース側流域は同盟軍が確保した。しかし、イタリア戦線で10月4日のマルサリーアの戦いで、ビットリオアメデオ二世がサイドカティナに敗北すると、和平を考えるようになっていった。 1694年は、全体的に戦線は停滞したままで、同盟軍が9月に、唯を奪還。イタリア方面軍指揮官がカプラーラからオイゲンに、交代、地中海に派遣されたラッセルのイングランド艦隊が、スペイン南部のカディスを占領、スペイン北東部のカタルーニャに侵入したフランス軍を、牽制して、バルセロナから手を引かせたたは、変化がなかった。しかし、 フランスは凶作に見舞われ病気による死者が急増、国内経済も危機に瀕していた。1695年1月にリュクサンブールが死去、ルイ14世の友人であるビルロワ校がネーデルラント方面軍を担当した。ウィリアム3世は5月に大陸へ上陸するとブーフレールがこもるナミュールの奪還に向かい、7月にマクシミリアン2世。 クーホルンと共に包囲を開始した。ビルロアは、ブリュッセルを包囲して、砲撃を行いナミュール包囲軍の退去を迫ったが、変化がないと見ると、自らナミュールへ向かった。ウィリアム3世も迎撃に向かい、ビルロアを牽制援軍の行いナミュールは9月5日に降伏、ブーフレールは、捕虜となり、フランス軍と同盟軍の捕虜交換で解放された。この戦火で、 同盟軍は西に戦線を押し戻した一方、イタリアでは劣勢に追い込まれたビットーリオ・アメデイオ・2世は、フランスと秘密交渉を行うようになった。翌1696年、ビットーリオ・アメデイオ・2世が、ルイ14世と秘密条約を結んで、アウクスブルク同盟から離脱すると、皇帝とスペインもイタリア中立を承認、和平機運が広がり、1697年に、 レーデルラントのトシアトがフランス軍に落とされバルセロナがフランスの将軍バンドを向こうに奪われた他は停滞となり交戦国が交渉を始めウィリアム3世の側近ポートランドンハクトブーフレールが交渉をまとめオランダのレースウェイクでレースウェイク条約が締結され戦争はようやく終結したレースウェイク条約ではフランスは1678年からの 占領地のほとんどを返還、ストラスブールだけを領有、フランスが占領していたロレーヌを、シャルル5世の息子レオポルトに返還、ウィリアム3世のイングランド王位を承認、ジェームズ2世の支援を止めることを約束した。また、戦争のきっかけであったプファルツ選定校、ケルン選定校の問題については、フィリップ・ビルヘルムの息子で、プファルツ選定校を継いだヨハン・ビルヘルムと、 ヨーゼフ・クレメンスの地位は承認され、エリザベート・シャルロットとフィル・ステンベルクの擁立を取り下げた。これらは、同盟にとって大戦果であり、フランスにとっては事実上の敗北であった。この大幅な情報は、スペイン王カルロス2世が病弱で死期が迫っていたため、次のスペイン王位継承問題に決着をつける意味で、早期終結を望む類14世の目論みがあった。 しかし、レースウェイク条約から3年後に、カルロス2世が亡くなると、ルイ14世の政策に反発した、イングランド・オランダ・ドイツ諸公は反フランス同盟を、再結成、スペイン継承戦争が勃発した。なおこの戦争は、北、アメリカやインドにも波及し、北米では、英領ニューイングランドと、仏領ヌーベルフランスの最初の交戦である、ウィリアム王戦争となり、 フランス東インド会社のインドにおける根拠地ポンディシェリが1693年オランダ東インド会社に占領された。ありがとうございます。